はい、これからナイトダイビングに行きたいと思います。こんにちは、シロです。というわけで今回八丈島でナイトダイビングする機会があったので、ナイトの動画になります。意外なことに過去にナイトダイビングの動画上げてなかったんですよね。ナイトダイビングやったことある方はもうお分かりかと思うんですが、ナイトダイビングやったことない方は、どんな印象を持ちますかね。ナイトダイビングで自分がやったことなかった時は、暗くて怖いとか、あとはぐれたらどうしようとか、流されちゃったらどうしようとか、あと寒そうとか、そんなイメージがありました。でも実際やってみると、まあ、ナイトはナイトで別の違った魅力に気づくんですよね。ではそんなナイトダイビングの魅力なんですが、まずナイトダイビングは日が落ち始めるぐらいに支度して、そこから潜ることが多いです。今回の八丈島のケースでは夜6時半ぐらいに支度をして、19時ぐらいにエントリーしました。あとは日が落ち始める前に入ってほぼほぼサンセットダイビングみたいな感じになる時もあります。上がってきたら日が落ちてるみたいなケースがありますね。ただどっちみちエントリー時間はそんなに夜遅くなることはありません。だいたいそうだな、まあ日の入り時刻にもよるんですけど、まあ、夕方5時ぐらいとかから、まあ、遅くても8時とかそんなもんなんじゃないですかね。でナイトダイビングは流れがなくて穏やかなポイントで潜ることが多いです。そして深度も浅めでそんなに広範囲に泳ぎ回ることもないんで、まあ、体に優しい、まあのんびりとしたダイビングになることがほとんどですね。あと水中は意外と明るいです。みんながみんなライトを照らしてるんで、もうどこにいるかわからないっていう状態にはならないですね。あとライトはショップが貸してくれることが結構多いんですが、たまに何だろう、海外クルーズとかでこれ電池切れそうなんだけど大丈夫かなみたいな光量の時があるんで、もし持ってる方は持参した方がいいかもしれません。でナイトでは昼間とは違ったまた生き物の姿が見ることができます。寝ている魚もいれば、夜になって活発に動き回る生き物がいたり、まあ、ナイトでしか見られない生物っていうのも結構います。ただ基本的には、まあ、ワイドよりマクロ中心なので、ワイド派はつまんないかもと思うかもしれないんですが、まあ、月夜が照らす幻想的な光だったり、ライトを一瞬消すと一面に夜光虫が漂っている姿なども見れて、その辺もとても楽しめると思います。あと水温は日中とほぼほぼ一緒なんですが、暗いイメージでちょっと若干寒く感じるかもしれません。はい、それでは実際のダイビングの様子をご覧ください。はい、これからナイトダイビングに行きたいと思います。ポイントは八重根です。で入ったらですね、ここのポイントはもう、すぐ 2,3 メーターの泥田、小さい岩がコロ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 しているところになるので、そこで息を整えて皆さん先行、ライトつけっぱなしで大丈夫です。で全員 OK ですかっていうふうに僕がくるくるくるってやったら、皆さん、下を向けながら OKOKOK ってやったら進んでいくと。
はい、いかがだったでしょうか。ナイトダイビング、自分は緩くてとても好きなんですよね。穏やかなポイントで、まあ、そこまで泳がなくてもいいんで、とても楽ちんなダイビングです。もしやったことない方は、ぜひぜひ、ナイトダイビングチャレンジしてみてください。それじゃあ、バイバーイ。Thank you.